沢田先輩、待ってました。ああ、一緒に帰りましょう。あの、ごめん、いつも来るけど、何？なんでいつも放課後僕のこと待ってるの？え、だって私たち付き合ってるから。付き合ってる？え、いつから？え、覚えてないんですか？体育祭の日。体育祭の日？君にふさわしい男になれたら、その時は今よ、沢君。付き合ってた。そういや僕、告白 OK しちゃってる感じになっちゃってた。あの日、嵐のような早口幕下で告白に、僕、付き合ってくださいってなってた。あ、これで付き合ったことになってるんだ。こんな当たり屋みたいな告白ある？酒用のない告白や。私、渡ちゃんと先輩の予行練習を見てて、ここならいけるってなったんですよ。狙われてた。予行練習見られて、狙われてた。ほら、先輩早く行きましょう。放課後デートですよ。放課後デート？いや、まあ、いいんだけども、あの、いつもその隣の子もいるよね。渡ちゃんです。渡ちゃん、なんかデートって言ってるけど、いつも3人だよね。はい。恥ずかしいんだよね、僕。なんか、今日も学校でさ、お前最近、後輩の女の子二人と仲いいよなーって言われてさ、恥ずかしいんだよね。後輩の女の子と急に遊び出してるってなっちゃって、デートにも見られないから恥ずかしいのよ。あ、今日は他の友達もいっぱい来ます。え、スタスタスタ。今日は私の一面呼んだんで、8人で遊びましょう。恥ずかしいって。僕、後輩の女の子7人と一緒に遊ぶの恥ずかしいって。ゲーセンでプリ取りましょう。恥ずかしいって。僕、後輩女7の中の1のプリって恥ずかしくて、モテないって。持ち歩けない。そんな、付き合ってるのに。付き合ってるのに。それを言われちゃうと、言うこと聞かざるを得ないなぁ。じゃあ行きましょう。1ヶ月後。先輩、サーコちゃん。今日は何します？そうだな。一面8人で集まって、プリ取りに行こうよ。そうしましょう。仲良くなっちゃった。一面になっちゃった。楽しい。おめでとう、おめでとう。